皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。中学1年生の数学文字式の10回目、今回は項が2つの一次式と数の掛け算と割り算についてお話します。最初に掛け算、次に割り算の順番になります。ここに掛け算3括弧 2x-4 括弧閉じとね、3、この数字と括弧の中にある一次式、これを掛け算します。この時には分配法則を使って計算していきます。まず前の3と 2x を掛け算する、その次に3とマイナス4を掛け算すると、こういうイメージですね。ですから 3×2x-3×4 とこうなります。前の部分は3が 6x-3×4=12 と、 6x-12 がこの 3×2x-4 括弧閉じの答えということです。今度は括弧に入った一次式が前にあって、後ろで ×7 とあります。この時も同じように分配法則を使います。つまり最初にここをかけて、次にここをかけると、こういう順番です。ですから 5a×7-2×7 と、5735なので 35a-2714 と、 35a-14、 これが2つ目の答えです。このように掛け算は分配法則を使って計算すると、このことを覚えてください。では今度は一次式の部分ですね。項が2つの一次式、分数の形になっていたらどうすればいいかというお話です。分数の形になっている時、例えばこの時ですね、3/2a+4×6、こうなっている時にはこのかける6を分子に載せます。この時ですね、3/2a+4×6と、このように括弧が出てくるんですね。これなぜかというと、もう以前勉強しているこの部分を思い出してください。括弧して a+b÷2、 この式では割り算分数の形にするとき、2/a+b と分数の形、この括弧の部分だけが上に乗るときには、答えでは分子の部分で括弧が消えましたよね。だけどここに後ろにかける6、こういうものがつくときには、最初に隠れていた括弧の部分が出てくる、こういうことなんですね。でここで3と6を約分します。3は1、6は2になります。ですから ×2a+4×2となって、先ほどと同じように分配法則をして、 2a×2=4a+4×2=8 と、 4a+8 というのがここの答えです。今度は 12×4/3x-1 とこうあります。この前にある12、これも分数の分子に載せます。イコール4/12×後ろの一次式の部分、括弧に入ります。 3x-1 ってこうなりますね。そして4と12、約分します。4は1、12は3ですね。ですから 3×3x-1、こうなって、分配法則でサザンが9x-31が3と、
9x-3 というのがここの答えです。では次は割り算です。割り算です。ここに割り算の式2つあります。ここの数の組み合わせ、実は括弧に入っている項を後ろの数で割り切れるように作ってあるんです。ですから掛け算の時のように割り算で分配予測して答え出る、こう考えちゃいますけれど、基本的には割り算は掛け算に直して計算をします。括弧 15x-9 括弧割る3、これを掛け算に直すと括弧 15x-9 かける3分の1になります。ここで分配法則をします。イコール 15x かける3分の1引く9かける3分の1とこうなります。約分をします。後ろも約分をします。そうすると 5x 引く3、このように掛け算の分配法則で計算ができます。2つ目です。括弧-8a+12括弧割る括弧-4と、こういう式です。これも掛け算に直します。-8a+12 かける括弧-1/4とこうなります。ここで分配法則をします。-8a×-1/4足す12×-1/4ですね。約分をします。4と8約分すると8は2、4は1になりました。そして負の数同士これをかけるので答えは正になりますね。後ろも約分をします。12と4約分すると4は1、12は3ですね。前の部分は 2a、 後ろの部分気をつけてください。ここにマイナスがあるので正の数と負の数をかけている。ですからここでマイナス3、こうなります。ここで符号のミスをしないよう気をつけてください。このように割り算、これは逆数を使って掛け算に直して計算すると、これが基本だということをここで覚えてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。